どん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 工事現場に近づいています。工事現場にどんどん近づいています。工事現場にどんどん近づいていきます。先月4月下旬のある、土曜日の6時半ごろ、突然、大きな音が、近隣の住民の皆さんを驚かせ、掛け舟の金輪の移設工事が始まってしまったという話です。許可を出したのは国ですが、市が、広島市が肝煎りで進めてきたのが金輪の移設事業です。知らぬ存ぜぬ、そういったことは許されないのではないでしょうか。しっかりと住民と話し合うということが必要ではないか、あるいは市内外の批判に応えるということが今松井市長に求められているのではないでしょうか。こっちが平和資料館、そして向こうに金輪が見えます。金輪が見えます。こう来て、こっちが平和資料館、そして手前が元安川。ここには毛髪の日、毛髪日という、まあ、こういう日が、あります。こういう日があります。多くの被爆者の方が亡くなった、そういった場所でもあります、この元安川。それも原爆ドームの近くに、ああいうでっかい、船というには表現するにはあまりにも違う、これは違うと、何かをでっかい台船の上に建物を建てると、こういったことが今、行われています。元安川の、平和大橋と、そして元安橋の中間点付近に今来ています。本当に、景観、バッファーゾーンですね。もう原爆ドームというのは原爆ドームだけが、原爆ドームなわけじゃありません。その周辺も含めて、世界遺産になっているわけですが、その景色を打ち壊しにしてしまうような場所に、金輪が、できているようとしています。周りのマンションの人もご覧の通り、洗濯物を干したり布団を干したりということは自粛しているんです。景観を壊さないように自粛をしているわけであります。なのに、堂々と一企業の金輪が、そういったことを進める、それを国が許可する。しかし実際には広島市が、肝煎りで進めるということになっています。こっち側には平和原爆資料館、平和公園原爆資料館、そして、向こうの下流に、金輪があります。今、6月12日の、午後、4時ごろということになります。今も、工事が進められているという状況です。さらに、北へ上がっていきます。工事現場が近づいてきます。白い、白いという灰色のですかね、灰色の、覆いが見えて、景観を台無しにしているという状況が今展開をされている原爆ドーム付近です。はい、原爆ドーム付近です。原爆ドームは木に隠れて見えにくくなっていますが、とにかく景観の範囲内、原爆ドームを、それの世界遺産原爆ドーム、周辺も含めて世界遺産になっているわけですが、その本当に近くでこういう工事が強行されているということになっています。それも朝6時半、土曜日の朝6時半からいきなり、こういった周辺住民も驚かすような、工事が始まった。こっちには、議員の方の事務所もあるようです。掛け舟反対、移設反対、私も賛成です。掛け舟そのもの反対というわけじゃありません。場所を考えた方がいいんじゃないのということです。もう一つの掛け舟、広島と、すいません、いうのは、途中に、原爆ドームから遠いところに移設されるというふうに聞いております、伺っております。少しずつ近づいています。原爆ドームに少しずつ近づいています。工事現場が少しずつ近づいています。ゴーゴーという工事の音が、しています。だんだん近づいています。ゴーゴーという工事の音が近づいています。あれが、元安橋です。爆心地から最も近かった橋、元安橋が、見えてきました。
向こうはレストハウス、そして平和公園となっています。本当にさまざまな悲劇が起きた場所、これが近づいています。広島ガス株式会社と、まあ、広島ガスの後ですね、全員が亡くなられた、痛ましい、本当にそういった場所、その、近く多くの被爆者の方が、亡くなった場所、今も、被爆者の方の遺品が大量に出てくる、そういった場所で今工事が強行されています。もうテントというか、あの工事の周りの外壁というんですかね、これ覆い、工事現場の、外回りの覆いが、見えてきました。船を、移設すると、船というにはあまりにも、仰々しい、まるでビルの工事現場のような現場が近づいてきました。今、広島の日付近ですね。広島の日、原爆の犠牲になられた方の、痛む、広島の日というところに近づいています。そして、これが、工事現場です。これが船を映してくるというだけの場所にはとても見えません。防犯カメラ作動中と、まあ、物々しい、張り紙をしてあります。ある総合警備保障ですかね。はい、そしてついに来ました。着きました。原爆被爆60周年記念食事、本当にそのすぐそばでこういった、工事が行われている、桜の木も倒されてしまったわけであります。ここが、遊覧船乗り場ですが、遊覧船乗り場のすぐ、南側にこういうもう物々しいことが起きている。これ何ですかね、一体。もうかなりできています。かなり、船の上にかなり、できてしまっているという状況ですね。これはかなり、船というにはあまりにも物々しい、建物と表現した方がいいものができています。そして、この遊覧船乗り場の向こうに、原爆ドームがあります。木で隠れていますが、原爆ドームがあるわけであります。で、向こうに皆さんもご存知、レストハウス、あるいは原爆のこの像と、皆さんもご存知の像があります。たくさんの慰霊碑がある、そういった、場所、そういった場所、これが、この掛け船が移設されようとする場所なわけです。もう一度確認すると、向こうに平和大橋があります。その向こうに、柿舟、金輪というのがあります。見えます、拡大します。金輪というのが見えます。そして、だからこの元平和大橋の向こうにあります、その柿舟金輪をこの手前の、本当に原爆ドームの手前のところに移設しようとしておるわけであります。これが元安橋です。あの原爆ドームのたもとに近くにあることで有名な橋です。元安橋です。4月の下旬、突然近隣の住民の、方にも相談もなしに突然、工事が始まってしまいました。この辺あたりのマンションの人も大変驚いたそうであります。ご覧ください。この原爆ドームすぐ近くのマンション、誰一人として布団も干していませんし、外に布団も干していませんし、洗濯物も出していません。自主規制をされているわけです。景観を守るために、近くの人も自主規制をしているわけです。市民の皆さん自主規制をしているわけです。にもかかわらず、一つの、企業、金輪さんのために、大きな音が土曜日の朝からして、そして景観が、壊す、害される、こういう状況が起きているというわけであります。しかも2つある、柿舟のうち、もう一つの広島と、ひらがなの広島という柿舟は、原爆ドームから遠いところに行くという話です。
何故一社だけわざわざこういうところにされるのかということもまた問題になってくるのではないでしょうか。市民の意見、そしてイコモス意見、こういったもの、あるいは世界遺産周辺の景観という観点、こういったものをしっかりと検討していく、各界、地元住民、弁護士会、そういったところからも批判が相次ぐ、こういった計画、市が責任を持って中止を一旦白紙させていくということが必要ではないかと思います。市は、民間業者が国から許可を得てやったことだというふうに言っておられますが、言い逃れは通用しません。市の観光部署、課長さんが肝入りされた事業、市が知らないというわけにはいかないのではないでしょうか。松井和美市長も選挙に受かったからといって役人に好き勝手をさせて本当にいいのでしょうか。選挙に受かったからといって勝手なことをしたり勝手なことを役人にさせたりするということは、これは本当の民主主義とは言えないのではないか。しっかりと受かったからには、市民の意見を聞いて、物事を進めるべきではないかと思います。向こうには、ちょっと見えにくいですが原爆ドームがあります。はい、慰霊碑、数々のたくさんの慰霊碑の向こうに、原爆ドームがあります。原爆ドームの下のあたりが、見えます。下のあたりが見えます。この間まで工事をやっておりました。原爆ドームの近くです。繰り返してますが、ここの原爆ドームそばのマンションの人はみんな、布団を干したり洗濯物を干したりすることは自粛してるんです。市民が、一般市民がちゃんと協力している、景観を守るために協力しているというのに、一つの企業のためにお金儲けのために、景観が壊れる、こういったことは許されないのではないかとも思います。しかも朝突然相談もなしに土曜日の早朝から、工事をやらかすと、しかも市は存ぜず、最初は存ぜず白を切るということは許されないと思います。工事に反対の人たちが裁判を起こして止めようとしている動きもあります。当然だと思います。当然です。市が聞く身を持たない以上裁判になってしまうというのもやむを得ないと思います。しかし、そもそもは松井市長やお役人がしっかりと市民の言うことに耳を傾けていればよかったのではないかと思いますが、皆さんいかがでしょうか。原爆ドームに、到着いたしました。原爆ドームに到着いたしました。世界遺産の原爆ドーム、この原爆ドームだけじゃなくて周りすべてが、景観になるわけです。景色としてひとまとめになるわけです。本当に、勝手手前勝手に、国から、許可を得たということで法的には問題がないにしても、作ると、ああいう船というにはもうほど通り、これは建物です。建物を作るということは許されないのではないかと思いますが、皆さんいかがでしょうか。原爆ドーム、周辺、影宗移設現場から原爆ドーム周辺、この地域から、6月12日佐藤修一がお伝えいたしました。佐藤グリーンズジャパン佐藤修一で、ございます。ご家庭の皆様、お買い物中の皆様、こんばんは。緑の党、佐藤修一で、ございます。本日は、この場をお借りいたしまして、お伝えをさせていただきます。この通帳は、私が東京で過ごしました、小学校時代、たまたま担任をしていただいた先生が、府中町ご出身と、しかも、被爆をされた、1945年、70年前に、府中町、ここも実を申しますと爆心地から4キロ余り、ただ広島市内よりも被害が大きかったと聞いております。そういった府中町出身の先生に担任をしていただいた、そういった、ご縁がある場所であります。広島、長崎、そして、私が小学校時代に行きましたチェルノブイリ、そして福島、こういった過去の被害、戦争であろうが、原発であろうが、いよと来てはならない、こういった思いで政治を志し、現在に至
立っております。その原点の地府中町におきましてお伝えをさせていただいております。緑の党佐藤秀一で、ございます。皆さんもご存知の通り、ただいま安倍総理は外国、海外に派兵をする、世界中どこでも海外派兵ができる法律を、作ろうとしてもらいます。国会におきまして、自民党が推薦する憲法学者からさえも憲法違反であると、こういった、コメント、スピーチを国会で、行われる。それによって安倍総理たちが大恥をかく、あるいは中谷防衛大臣、あるいは広島出身の岸田外務大臣、皆さんが、自民党の皆さんが大恥をかくという場面、皆さんも新聞、テレビ等で、ご存知かと思います。集団的自衛権といえば難しい話ですが、結局はアメリカの味方をして、例えば中東であればいわゆるイスラム国、あるいはイランといったアメリカと仲が悪い国と戦うと、こういう話になるわけであります。一時期はホルムズ海峡の機雷を除去する、こういった話を安倍総理もしておられました。機雷除去といえば掃除をする、ただ掃除をするというわけではありません。機雷を取り除かれた側からすれば、戦車や飛行機を壊されたのと同じです。イランに対して具体的に言えば、イランとアメリカが戦争になった場合、日本はイランの味方をして、アメリカの味方をしてイランを攻撃する、こういった意思表示を今回の安保法制、これはする話になるわけです。安保法制が通れば、日本はアメリカの味方をしてイランを攻撃するという話になってしまうわけです。そういうふうにイラン、あるいはイスラム世界では捉えられてしまうわけです。本当にそんなことでいいんでしょうか。日本はイランともアメリカとも仲がいい国です。イラン・イラク戦争で時もイラン・イラク両方と仲を良くしたのが安倍総理のお父さんの安倍晋太郎外務大臣です。当時のイラクにはアメリカもソ連も応援するというすごい構造でした。それでもなおかつイランとイラクの間で当時の日本、中立を保ち、安倍晋太郎外務大臣にそういった外交をされました。今の日本がすべきことは、例えば今イランとアメリカは、過去の問題、合意に行こうとしております、合意しようとしております。そういった流れ、和解の流れ、しっかりと後押しをすると、そういった外交ではないでしょうか。あるいは、一部にはイスラエルがイランを攻撃するという話も、気楽さい話も出ておりますが、そういった時でも両方とパイプがある国としてしっかりと間を取り持つということが日本のすべき外交ではないでしょうか。中東で大戦争が起こらないようにする、これが日本のすべき、外交であり、そのことがまた日本自身の安全保障につながるのではないでしょうか。中東で戦争が起きたら、それは存立危機事態、こういったことを言って中東に派兵をする、たとえ嫌いの局であってもすると、これは戦争を片方に肩入れすることになり、戦争に火に油を注ぐことになります。今までアメリカともイランとも仲良くしてきた日本がアメリカの味方をして戦争をするとなれば、それこそアメリカの内部の強硬派の人や、あるいはイスラエルの中の強硬派の人も勢いづいてしまう。それこそ日本が戦争の後押しをするということになりかねません。日本、そしてまた現代の戦争は正面衝突、軍隊の正面衝突というよりは、むしろ例えばテロで報復がある、こういった形を取る、そういった戦争が多いんです。例えば日本がアメリカの味方をすれば、それこそイスラム、いわゆる過激派と言われる人たちが怒って、例えば日本の原発や新幹線、こういったところにテロを仕掛ける、こういったことも考えられるではありませんか。そういった
ことを招く、それこそ自衛官のリスクどころか国民のリスクを上げてしまう、これが安保法制、戦争参加法案の本質です。繰り返します。日本がすべきことは、例えば中東なら中東での喧嘩で片方をアメリカに味方をしてイランを攻撃したりするんじゃなくて、両方の仲のいい国として間を取り持つ、そしてできればイランに対しても、例えばイラン地震国家です、そういった国で原発は危ねえじゃねえか、日本が再生可能エネルギーや省エネルギーで助けてやるけ、原発はやめんさ、アメリカに対してはバカな戦争はやめろ、あるいはイスラエルに対してもやめろと、こういうふうに間に入って取り持つのが日本の役目ではないでしょうか。どうですか皆さん、喧嘩に油を火を注ぐそういった法律ではなく、間を取り持ち和解を進める外交、これこそが日本自身の安全保障にもつながると思うのであります。私佐藤秀一でございます。この府中町ご出身、小学校時代に被爆をされた先生に担任をしていただきました。東京で小学校時代を過ごした私ですが、たまたま被爆者の先生に担任をしていただき、原爆の恐ろしさ叩き込まれました。二度と原発事故であろうが戦争であろうが先生のような目に遭う、そういった人が出てはならないと、こういった思いでこれまで活動してまいりました。来年の参議院選挙、あるいは、また次期地方選挙、広島県知事選挙、市長選挙を前に、このように私広島中を回らせていただいております。緑の党佐藤秀一、佐藤秀一で、ございます。本日は、この府中町、三里前をお借りいたしまして、お伝えをさせていただいております。大体海外派へこんなものをするのであれば、安倍総理自らが前線へ向かわれる、これが筋ではないでしょうか。そんなに戦争したいのであれば、自分がまず前線へ出られたらいかがでしょうか。昔の中国の将軍、あるいは歴史上の王様、自分で戦場に出て軍隊の指揮を取っていたわけです。逆に言えば戦争というのはそれぐらい重い話です。重いおもちゃのように、軍隊を動かされたのでは、自衛隊を動かされたのではたまったものではありません。海外派へするなら総理からまず前線、戦場へ向かわれたらいかがか、このように私は思い次第であります。そしてまた今の日本、たくさんの災害が起きております。去年は、広島市安佐南区安佐北区の未曾有の土砂災害、あるいはもちろん4年前の東日本大震災、あるいは今年に入っても噴火、口永良部島の噴火、あるいは、去年でも御嶽山の噴火、そして今年、桜島や、こういった箱根の噴火活動、あるいは頻発する地震災害、毎回に頭がありません。海外派兵などしている場合でしょうか。安全保障環境が変化をしている、厳しくなっていると安倍総理はおっしゃいますが、それこそ国民の安全保障の中には災害対策含まれなければいけないんじゃないんですか。海外に自衛隊を出している間に、まずは国内でしっかり災害対策、被災者支援やるのが筋ではないでしょうか。今ちょうど何やら福島、こういった被災地で住宅の支援が打ち切られるという話もあります。血も涙もない話です。あるいは業者の、中小企業の皆さんの営業保証が打ち切られるという話もあります。血も涙もない話です。そんなことをする前に、まず、海外派兵をする前に、まずはしっかりと国内の被災者支援しっかりとやり遂げていく、こういったことが大事ではないでしょうか。あるいは未だ収束をしていない原発事故、こういったものも
しっかりと収束、これに全力を挙げていくということが必要ではないでしょうか。海外で何か手を出してドンパチをやってる場合ではありません。災害対策、被災者支援、しっかりとまずやるというのが日本国総理大臣の責任ではないか、このように思いますが、皆さんいかがでしょうか。海外派遣より被災者支援を、佐藤修一で、ございます。直近の大災害の被災地でもある広島、そして平和都市の広島からしっかりこのことを発信をしていこうではありませんか。ちょうど今日6月16日日曜日、昼間14時から、原爆ドーム前からにおきまして、広島弁護士会の主催で戦争参加法案廃案を求める、集会がありました。1100人が参加をいたしました。平和都市広島からしっかりと声を上げていこうではありませんか。そして7月12日日曜日、同じく14時から原爆ドーム前で戦争法案廃案を求める集会が呼びかけられてございます。しっかりと平和都市広島から戦争法案の廃案、そして今海外派遣するよりもしっかりと被災者支援をさせていく、あるいは、原発も事故、こういったものの収束、被災者の生活の立て直し、こういったものをしっかりとさせていく、このことが必要ではないかと思います。そういったことを広島からしっかり訴えていこうではありませんか。緑の党グリーンズジャパン、私佐藤修一でございます。皆さん、そして、まあ、アメリカに言われたからといってすぐに戦争に日本が参加するわけではないということを安倍総理、岸田外務大臣あたり時々言われておりますが、本当にそうでしょうか。今の日本、例えば昨日アメリカの軍の戦闘機15機が広島市上空、それも南区、中区、西区、朝南区、こういったところをど真ん中を南から北へ堂々と低空飛行をしていきました。大変な話です。大変な話です。南区、中区、あるいは、西区、そういった方面にお住まいの方も、この中におられるかもしれません。朝の7時半、目を覚まされた方もおられるでしょう。土曜日の早朝からアメリカ軍に低空飛行をさせる、そんな国はありません。いくらアメリカの同盟国でも日本以外にそうはないでしょう。それくらい、日本、アメリカに対して大甘な国が、じゃあ自衛隊を出してくれとアメリカに言われたことしっかりと断るでしょうか。法律がなければ断れます。しかし法律があれば断れず自衛隊を出してしまう、そして戦争に参加してしまうということになります。まずは、こういった日本、それこそ広島市の本当に超低空飛行で、アメリカ軍に超低空飛行させるような実態、まあ、日米地位協定というんですが、こういったものをしっかりと改めていく、そういったこともなしに、じゃあアメリカ軍から言われても日本の判断で自衛隊参加させないこともありますなんて言われても全く信用できないわけであります。もちろんそもそも日本という国は平和憲法を持つ国、しっかりとどっちかに肩入れするんじゃなくて間を取り持つという外交をやっていく、それが責務ではないかと思います。北ヨーロッパではノルウェーという国もあります。ここも、NATO という形でアメリカと同盟関係にある国ですが、例えばパレスチナ和平の時は間を取り持って、イスラエルからもアラブからも感謝をされたそうであります。まあ、そういった立ち位置、どちらとも仲がいい国として、しっかりと間を取り持っていく、これが日本のあるべき道であると考えます。こんばんは、お疲れ様でございます。緑の党、グリーンズジャパン佐藤修一で、ございます。お疲れ様でございます。お買い物お疲れ様でございます。緑の党、グリーンズジャパン佐藤修一で、ございます。私自身、一人の介護ヘルパーでもあります。あるお年寄りが戦争法案の審議をご覧になってこうおっしゃいました。60年以上日本は銃を取らなかったのに
恐ろしいことになろうとしているガタガタ震えながらトイレに彼は立たれました。おじいさんは立たれました。このおじいさんはお父さんの原爆で亡くされた方です。中学校時代にはちょうど戦争中でした。野球をするとしていただけで敵の国のスポーツをしたということで先生に怒られたり、あるいは学校で兵隊の訓練をさせられた、そういった記憶をお持ちの方です。戦争の記憶しっかりと持っている方々、もう戦争はしたくないと、こういった思いをお持ちです。まあ、そういった皆さんに、せっかく戦後70年以上日本が戦争をしなかったのに、また戦争をし、そしてまた例えば、戦死者が出たり、あるいはテロによって原発事故、被爆者が出たり、そんなところを見せたくはありません。一人の介護ヘルパーとしてお年寄り、戦後、戦中戦後生き延びてこられた、そういった方々に長生きしたばかりにまた戦争、こういったものを見てしまった、そういうふうに嘆かしたくはないと思っております。緑の党グリーンジャパン、佐藤秀一、一人の、介護ヘルパー、本業の介護ヘルパーとしても断固として、この戦争法案廃案に、そしてきっちりと間を取り持つ、例えばイランともアメリカとも、イランともイスラエルとも仲がいい国として間を取り持つ、そういった、国になってほしい、あるいはしっかりと原発の輸出ではなく再生エネルギー、省エネルギーで貢献をする自衛隊を出して片方に肩入れしてドンパチするんじゃなくて、間を取り持つ外交で感謝をされる、そういった日本を皆さんと一緒に共に作ってまいりたいと思います。エコでフェアな世界を、広島から北西、佐藤秀一、佐藤秀一でございます。本日は、この府中町、秋郡府中町、私佐藤秀一、東京で、小学校時代過ごしました。その時に担任をしていただきました被爆者の先生のご出身の地、この秋郡府中町におきまして、私佐藤秀一、佐藤秀一、戦争法案廃案、被爆者を出させない日本を作る、そのために奮闘してまいる決意をさせていただきまして、この場でのご挨拶に返させていただきます。また7月12日14時原爆の本番におきまして、戦争法案反対、この市民集会、行われますこと、また多くの市民の皆さん、にこの集会の趣旨に賛同していただけることを、呼びかけまして、この場でのご挨拶を終えさせていただきます。佐藤秀一、緑の党グリーンジャパン、ここの場におきます、街頭演説にご協力最後までいただきまして誠にありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。